ということで、まあ、リク久しぶりだけど、久しぶりです。どっから振り返る？とりあえず生死の時から行こうか。振り返りすぎじゃない？俺が子宮で暮らしていた時の話からする。気持ちのいい言葉。10日前にね、ちょっと初のオフ会やらせてもらって、あの大成功収めまして。大成功。自分で言うのもあれですか。それ以来、ね、成功だ。リクとはちゃんと話せてなかったけど、どうでした、オフ会は。いやー、よかったね。思ってたより全然よかったね。またやりたいなと思ったっしょ。どう、来年の冬またもっとでかい規模でやりたいね、俺は。そうね、まあ、どんどんね、ステップアップして、うん、次ちょっとあれかな、ステージ欲しいな。何か変わった意識とか。まあぼちぼちやらせていただいてますよ、いろんなこと。お、いいね。何それは、秘密裏に。まあ、はい。ああ、さすが暗部断像って言われてるだけある。顔が、え、顔だけ、顔だけ、顔とあんま関係ないかも。手の車輪眼だけ断像。気持ち悪い部分じゃん。クレームあるわ、俺も。オフ会を経てお前に。俺に。なんか実は一周回ってお前が一番人気感あって、ちょっと、はい、やめてもらいたいから、そうそう、ネガキャンのオンパレードにしようかなと思って。ちょっと待って、もうなんかやりたいことちょっと、配信以外でも活動していこうと思って。いいね。とりあえずグッズ初めての作るかみたいな。アクキーね。アクキーもらえないんですか、うん、俺。え、プレゼントするよ。マジで？うん。河合とリクには普通にプレゼントしようと思ってて、欲しいの1個選んどいてよ。なんなら普通に買おうとしてたけど。なんか可愛いは俺もあげようと思ってたんだけど、こっそりあいつなんか4つとも購入してくれてて。ちなみに4つはいらないな。聞こえる？聞こえる聞こえる。久々の3人ですよ。こんばんは。コミショウそう。めっちゃ岩から隠れていってそう。もうすぐね、シゲチンパソコン買ってくれるらしいから。本当に？今回はもうマジで今ウーバー頑張ってるし。マジ頑張ってる今。なんかあんま、たけしいじるとさ、恥ずかしがると思うけど、ちょっと前からなんかウーバー中に連絡取ったりしてたのね。その頃のたけしはなんか返事も不愛想な感じよ。よっしゃ行くかって俺が送って、OK みたいな感じ、いつものね。で、オフ会後からなんかたけし、なんか俺もパソコン買うために真剣にやるわみたいな言い出して、え、 LINE もさ、なんか頑張ろうぜびっくりマークみたいなのたまに来る。こいつ別人やろ。嘘つくなよお前。めっちゃ、なんかないだろ、あのいてつくハートと言われた。しげちがびっくりマークだと。いくらぐらいのサッピングゲームできる？ 10 万ぐらいのゲームできる？もうちょい欲しいんじゃない？ 20 ぐらい、15ぐらいでいいんじゃない？ 20 あれば、まあ、20ってローン組めたから、あれじゃん。まあそうね。一撃で買わないといけないもん。一括のこと一撃って。独特のセンスを持ち。いや、俺バイクが壊れてまたさ、4万支払いで、結構俺、今人生のどん底にいるんだよね。何で壊れるわけ？こんな普通にトラックに突撃しただけなんだけど。普通か。理由わかんない。トラックが粉みじんになって死んだ。俺だけが武器だった。4万円なんだそれで。そう、いて。俺よくスパチャ投げてって言うじゃん。いい。あれなんか軽犯罪らしいね、うん、それダメだよあれ。死ぬほど軽犯罪してたけど。軽犯罪を重ねてたんだ。まあでも軽犯罪重ねても軽だからね。いや、だからそれ合併して重犯罪になって死んだ俺。今刑務所から送りつけたけど。あ、そういうシステムかやっぱり。そうそうそう、軽は積もりに積もってくんだ。で、今横でオレンジの服着たけど、なんかもう黒人がいる今俺。なんで日本じゃねえんだよ。確かに。大前見てそう、遊び大前やりたいっつってね、2年経って。遊び前田大前。そうでしょ。坊主が早いだけのゲーム、そう。たけしスイッチは持ってんの？スイッチあるよ、うん。あれだけど、ライトだけど。4万円やったらな。な。変えてんな。な。お釣りが来るよ。オフ会のおかげで、モチベ爆上がりだからさ、バイク壊れて家まで引きずってた時にさ、多分前の俺だったら泣いちゃってたのね、ぶっちゃけ。かわいいな。いや、泣いても意味ねえしなっつって強い目をしながら俺歩き続けてたよ。途中で妥協して駅に通って帰ったんだけど、その日は。泣いてるよお前。原付が、ユーリがさ、ないんでバイク壊れたみたいな言ってたじゃん、うん、小学の時家いたからさ、家まで送ってあげようかなと思ったけど、迷った。ちょっとカットしてた。六本木か、渋いな、寝ようって思ってた。めっちゃ家がくれてたからさ。え、なんで言ったっけ。読んでいい？いいよ。俺バイク壊れて帰れなくなった、ま、クソ泣いてるって送って。マジかよ、クソかわいそう。なんか手伝えることあったら言ってなってきて。こいつ別人やろ。寝よって。さあ、ライオンよくし寝よ。一旦すぐ動けなくて俺20分ぐらい路上で寝そべってたんだよね。もういいやって。なんかさっきなんかツイキャスでいいゲーム募集してたら、今スイカってやつが流行ってるって言われたんだけど、あれは食べ物のこと？あ、スイカゲームのこと。なんかぷよぷよみたいな感じなんだけど、上からフルーツ1個ずつ落としてくるので、同じフルーツがこう接触するとちょっと大きい別のフルーツになって、それが溜まってったらゲームオーバーみたいな。
面白そうじゃん。無料？無料じゃないかな。1000円ぐらいするんじゃない。1000円ってリアクションが来ると思わなかった。1000円で。いや、恥ずかしいけど、1000円は高い。お前らもなんかやりたいゲームあったら見つけといてよ。焼肉シミュレーターはやりたい。焼肉やるじゃん。何も知らない。焼肉シミュレーターするじゃん。いいよ。無料？無料、無料かどうかちょっとわかんないです。4万円の話聞いてたよな、お前。まず値段を言えよ。いくらじゃないもんね。無料って。最近俺飯入ってもそう聞いてる。お醤油しか飲めんぞ。なんか本当言い方だけど、本当にキモいやつっていっぱいいんだなって思わない？お前。俺だよ。俺のことだよ。なんかレペゼンの動画見てたんだよ。関連にコムドットが出てきたから、なんか最近調子悪いみたいな話聞いてたじゃん。あの、なんか問題起こして。ああ、なんかあったね。そうだから、なんだっけ。平成ドフラミンゴと問題。ああ、そうだ。まあ、問題起きて、なんか登録者やったというか、だけ聞いてたから、見てみようと思ったの、最新の動画を。まあ、内容見てないっていうか、まあ、俺はあんまり面白いと思わないから、流し見だったんだけど、コメント欄パッて見たら、多分今までコムレンジャーだったっぽい女みたいなやつがさ、はぁ、あはあ。なんか、もう登録解除しまーす、お疲れ、みたいなコメントとかしてんのね。もうオワコン、はいはい、じゃねー、みたいな、ファンおりまーすとかわざわざコメント見たの。うん、それ見たときに俺別にコムドット好きでも嫌いでもないから、そのコメントしてるやつは気持ち悪いと思って、うん、なんでわざわざそんなことコメントするんだろうみたいな。だからね、本当に年齢だけ書いてほしい。16以下だったらまあ許すよね。わかるわかる。許す、うん、全然許す。中学生だからね。わ、うん、かる。俺らもそんなようなことしてたよな。そういうこと やるもんだってな、うん、16年しか生きてないんだもん。俺もツイッターでオバマにリップとか送ってたし、ね、連邦にブロックされたし、俺ら。ちょっと20歳超えてたらもうやばいと思う、マジで。いや、本当にどういう頭してんだって。で、俺、そこでなぜか俺、コムドット登録したんだよね、最近。ん？いや、なんか、まだ頑張って、頑張ってほしいなと思って。これからコムレンジャーなんだよね。まあ、すごいからね、実際問題。そう。コメント欄何でもキモくない？なんかもう、サッカーとかダゾーンとか見るとキモいやついっぱいいんじゃん。よくコメント欄見て、焚いてたわ。最近コメント欄見ないわ。面白かったとか、そういうポジティブなコメントだけ残してあげればいいじゃん。なんでわざわざ登録解除しますとかさ、日本人のサッカー選手でなんかもう、サッカーやめろよとか書いてるやつとかもいてさ、なんでそんなこと書くみたいな。プロゲーマーにゲーム下手とかね。そう。前の方が下手だよって。まあ、俺もやってるけどね、まあそういうのは。ぶっちゃけ。うん、やってんだけどね。やってるけどね。こいつ歌下手とか。ファーストテイクで毎回コメントしてるわ、俺。全部の悪口を俺のチャンネルで受け止めたい。うちだけありにします。他のチャンネルでは我慢しよう、みんな。こういう系。今いんの？あんみたいな。俺らいないね。さすがにいないか。1万人ぐらいで。現れ出すんじゃない？よく言うじゃん、アンチが現れるとまあ一人前になりかけてる証でもあるみたいな。ディスコで対談したことで配信しながら、ね、呼び出して。いいね。直接話したいよな、そういうやつは。俺ら3人でガン詰めしようぜ。どうする？めっちゃ正しいこと言われてたら謝ろう。うるさいって。ということで、リクお誕生日おめでとう。ありがとうございます。あ、そうじゃん、おめでとう。どうですか26歳。うん、まあでもあんま変わんないな。24、25は数字でかくなってってるじゃん。あんま変わんないな、25、26は。明確にでも20代後半に突入したみたいな感じだよね。21、22ってあんま変わんないじゃん。うん、23、24ってちょっとなんかでかくなった感ない。多分27でかい説ある。27、8は怖いな。確かに、もう30見えてくるもんね。そう。28からもう完全な大人感ない？いや、大大人だね。マジで実家出ないとやばそう、俺。でも、車は子供になるぞ、言うに。今の目標は2年以内に出ることだけど、俺。あの、地球を。え、出すぎ。あんまり人の目気にしないで生きてるとか言いたいけど、ぶっちゃけちょっと人の目怖いわ。隣の家とか怖いもん。うん、俺結構だって昼間、ウーバー出るとき、一回ウバック持たないで家出て、ちょっと周り人いないか見ながら。肩身。悪いことしてるもんね、俺。いや、いや、いや、恥ずいから。